断水や浸水などにより静岡市清水区の42の公立小中学校が休校を余儀なくされていましたが、今日すべての学校が再開しました。しかし被災前の環境はまだ取り戻せていません。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。1週間ぶりに元気な姿を見せる子どもたち。清水入江小では1階にある教室も浸水しましたが、今はほとんど跡がありません。水入ってこなかったけど水が止まっちゃった。先生とか大丈夫だったかなとかちょっと心配でドキドキしてた。ここ濡れてないかなとか、なんかドキドキしちゃった。最大でおよそ70センチの浸水被害を受けました。台風被害の翌日から地域住民や卒業生などおよそ50人が駆けつけました。一見元の環境に戻ったようにも見えますが、教室の分も、ね、こう浸水してたんですけども、こちら空調室なんですが、この空調室の中もですね、まあこちらからも水が入るし、外の、ね、地面からもこう水がこう入り込んでですね、浸水した状態になってました。はい、浸水被害に遭った給食室、断水の影響もあり消毒作業は済んでおらず、給食はあさってから再開の予定です。学校は今日から始まったものの、まだ完全復旧とは言えない状況です。この辺りも浸水して今どういう状況なんですか？教室環境はね、随分整ってきたんですけど、でこの運動場がですね、もう乾いてこう地面が露出してしまっていたりとかですね、こう触ってみれば分かるんですけど、硬くてですね、こうやってこの辺りもこう石がいろんなところにこう浮き出てしまっていてですね、今のグラウンドでは子どもたちが安心して運動することができず、使えるスペースを制限せざるを得ません。休み前と変わらないね、正門の風景を見て登校できたのではないのかなというふうに思ってます。この1週間は担任の先生方には子どもの、ね、声をしっかり聞いて行きましょうと。学校側は子どもたちの心に寄り添いながら復旧を進めていきたいとしています。